のろぺこショップチャンネルです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはピアスとイヤリングです。また動画の最後に一つ一つ作品番号とお値段をご紹介していきます。27番です。こちらは淡水パールを使って流れ星のようなデザインで仕上げてあるピアスです。アップで撮影していきます。淡水パール、そしてキラキララメが入った糸、まるで流れ星みたいです。こんな感じでシャラシャラ揺れます。ポストタイプのピアスです。そして金具はチタンです。下がりがありますがとても軽いです。猫のピアス4点です。こちらはレジン細工の作品です。1点ずつアップでご紹介します。29番は茶色の猫ちゃんです。中にシェルのチップが閉じ込めてあるのでこんな感じでキラキラします。そして目はスワロフスキーです。30番は黒猫。黒猫も中にシェルのチップが閉じ込めてあります。目はスワロフスキー。31番はハチワレ。ちゃんとハチワレ模様に色が分かれています。目はスワロフスキー。32番は白猫です。オトアイの白猫ちゃんです。猫のピアスは4点ともポストタイプで、そして金具はチタンです。つけた時に耳たぶにちょこんとくる大きさです。手に乗せてみます。33番と34番は同じデザインですが、ピアスとイヤリングがあります。ピアスが33番でイヤリングが34番です。2点ともモチーフ部分は同じなので、こちらピアスの方で撮影をしていますが、まるでステンドグラスのようです。透かしパーツにネイル用の樹脂で色をつけているそうです。そして中央にはスワロフスキー。とても軽いです。ピアスはポストタイプの形状で、こちら金具はチタンです。イヤリング金具は樹脂製のオメガイヤリング。ノーホールピアスとも呼ばれることがあって、つけた時にピアスのように見えます。モチーフ部分の大きさはピアスもイヤリングも同じです。作品番号とお値段を一つ一つご紹介していきます。通販ページはお店のホームページ、のろぺこ新入荷情報、2018年4月20日の中から作家さん個々の通販ページをご案内しています。動画の中に途中表示されるカードをクリックしていただくと入荷情報ページに移動します。ご覧になってみてください。27番650円、29番520円、30番520円、31番520円、32番520円、33番1144円、34番1144円。ご紹介の作品はすべてハンドメイドのためほとんどが一点物です。すでにお嫁入りしている場合はごめんなさい。またのろぺこのお店は常時委託作家さんも募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。ご出店の詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。